量。梁、は梁とは、建物の水平単形方向にかけられ、床や屋根などの荷重を柱に伝える材のことであり、主に曲げ応力を担う。梁は、主に延直荷重を伝えるが、地震などに際しては水平方向の荷重を支えることにもなる。梁にかけられた荷重は、柱、壁、大張りに伝えられる。梁の端部に柱があるものを大張り、 柱に直接つながっていないものを小針と呼ぶ。W 作り、S 作り、SRC 作りと算定方法は異なる。量の特性は断面形状、長さ、材料によって決定される。現代の建築においては、梁は主に鉄骨、鉄筋コンクリート、木材で作られる。鉄骨製の両部材に広く使われるのは、幅の広いフランジを持った H 蛍光であり、 橋梁にも用いられる。その他にも、溝型鉱、山型鉱、パイプなどの型鉱が梁に用いられている。量に荷重がかかると、内部には圧縮、引っ張り、曲げ、先断応力が働く。延直荷重が働いた場合、大抵量は下に凸となるような形にたわみを生じ、上部はわずかに縮み、逆に下部は伸びるように変形する。また、 断面のおよそ上下半分近辺には伸びも縮みもせず圧縮応力も引っ張り応力も生じない面がありそこは中立軸と定義されるコンクリートは圧縮に強い一方引っ張りに弱いという欠点があるこのため鉄筋コンクリート構造では引っ張り側通常は下側肩持ち針は上側に鉄筋を入れることで補強している現実には 地震などを考慮し、上下両側に鉄筋を入れることがほとんど。さらに、引っ張りによるひび割れを防ぐため、あらかじめ圧縮力のかかった、プレストレストコンクリート量が作られている。これは高強度鋼の線で圧縮力をかけながら、型枠内で硬化させて製造する。PC 量は主に高速道路の橋などの大規模、構造物に用いられる。量の構造解析に使われるモデルとして、 曲げを受けた断面内での先端変形が生じないと仮定したオイラーベルニュー医療が用いられる。また、量の変形の数学的な解法として仮想仕事法及びたわみ核法がある。針の変形の計算が綿密に行われるのは量自体の破壊が問題というよりもむしろ変形に追随しきれないガラスなどの破壊を避けるためである。異常的な観点からも量のたわみは なるべく生じないように設計することが望まれる。たとえ構造的に安全ではあっても、見た目にわかるようなたわみがあれば、美観を損なったり、心理的な不安を生じたりするからである。強い針、弾性係数が高く、断面二次モーメントの大きいものほど、たわみを生じにくい。針の内部応力を数学的に求める方法は、モーメント分配法及び弾性マトリックス法がある。 鉄筋コンクリート製の梁は、主に長方形の断面形状を持つが、最も効率。ここで言う、効率とは、同じ断面積でどれだけ大きな荷重に耐え、たわみが生じにくい梁が得られるかを意味するのい断面。形状はよくある鉄骨のような I 字型である。中立軸から離れた位置、すなわち、フランジ部分に多くの断面積を割り当てることにより、 同じ断面積でより大きな断面二次モーメントを稼ぐことができるからである。I 字型断面の針はフランジが上下を向いている場合、円直方向の曲げ応力に対してのみ有利であり、水平方向の荷重には弱い。円直、水平の両方向の荷重に対して有利な断面形状はちょうど口の字型の箱状の構造である。この形状では、 できるだけ中立軸から離れた位置に断面を集中させつつ、重要両方に同等の断面二次モーメントを持たせることができるからである。この断面を持つ鋼材として、角形交換が広く用いられている。他にも、L 型、アングル、C 型、チャネルなどの断面形状を持った型鋼が適材適所で用いられている。量の材料として広く用いられるのは、 木材、鉄筋コンクリート、鉄骨などである。特に鉱材は、量として用いられることを前提とした、片鉱が製造されている。古くは、石像建築にも量が用いられていたが、石材は曲げに弱く、超スパンは取りにくいという欠点があった。石像の柱は、あらかじめ分割して、採取、加工、運搬し、積み上げれば延長方向の圧縮力で構造が、 成立する。しかし、直線上の丘化張りでは、スパンの中間に継ぎ目を入れることは困難となるため、寸法上の制約が発生するのである。圧縮のみで成立し、小さな部材でも、超スパンを飛ばすことのできるアーチ構造が普及すると、石像張りはインドなど一部の地域を除いて、次第に廃れていった。長い間、 木材からはその原木を上回るサイズの材が取れない、繊維の方向のばらつきがあるといった制約上、大きな梁が作られなかった。しかし近年、様々な種類の修正材が開発され、強度のばらつきが少なく、なおかつ大きな梁が作られるようになっている。露出する梁には、意匠的な工夫がなされ、時に細かい装飾が施される。自社建築では、 香料と呼ばれる装飾的な針が用いられる。虹の名は、緩やかに湾曲した形状に由来する。香料には、彫刻や彩色など残った装飾がなされることが多い。S 字型に湾曲したエビ香料は全州様の特徴の一つでもある。ギリシア建築のオーダーの一要素であるエンタブラジは、石像の量には、しばしば体量の彫刻が施された。ログハウスなどでは、 木材の質感を強調したデザインの一環として、あえて樹皮を入らだけの丸太を量として用いることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。